はい、みなさん、こんにちは、こんばんは。ここみチャンネルのショーが今日は、アプロ20号、アプロ計画の真実、月面で見たものをお送りいたします。よろしくお願いいたします。あの、まあ、若い皆さんはね、まあ、聞いたことはあるけれども、まあ、内容詳しくは知らない方多いと思います。まあ、あのー、アプロ計画というのがアメリカでありましてですね、これは1961年から1972年、 この11年間で、まあ、実施された月面着陸ですね。人類が月面に着陸すると、月まで行って月面に着陸する、そして月面を調査するという計画なんですよ。でこれが、まあ、実行されて、まあ、人類は月に降り立ったんですよね。でよくまああの考えてみていただければわかるんですけど、 この1961年という、これははるかに昔ですよね、まだ黒い電話で、線がついたね、重たい黒い電話、でアメリカは田舎の方ではあの、手回し式のね、なんかこう、くるくる回すのがついている、それを回さないと電話がかからないようなね、そういうような電話だったんですよ。 で、やっと黒い電話でそのクルクルがなくなって、ダイヤル式でね、ぐる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 、ぐる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 って言って、ダイヤルを回す電話に変わったばかりの、そういう年なんですよ。1961年。日本ではほぼみんな白黒テレビです。テレビは白黒。まだカラーテレビは普及してなかったですね。そういう時代に月へ行こうと。 月に向かってロケット打ち上げたって言うんですね、まあ、この話を、まあ、皆さんは、まあ、今になって考えると、いや、あれはなんかおかしい、月まで行けるわけないだろうと、そんな時代にね、いろいろあるんですよ。ただ、まあ、最初は行けなかったんでしょうね、最初失敗したなと思うんですよ。だけど予算というのをね、アメリカっていうのは予算を取り付けるためには、成功したと言わないと予算が出ないんですよね。 だからあの手この手を使ってまあ予算を引き出させてでとうとう本当に月まで行ったんですよ。これがね難しいですね。だから最初の時は予算を取り付けるためにちょっとインチキした部分あると思います。インチキしたんですよ。月に行ってないのに月に行ったかのごとく撮影したとかそれも本当にあるんですけどただ最終的には行ったんですよね。予算をちゃんと取り付けて。 月で見てきたものがあるんですよ。アプロ15号がね、見たんですね。まあ、宇宙服を着て、月面に降り立って、お、なんだこれはっていうのを発見したんですよ。で、あの、何回か月に行って、あそこに何かあるっていうのを分かってたので、まあ、そこに着陸させたわけですね。そして、まあ、宇宙飛行士があるものを見つけて、 それを調査して、で、その時はね、調査して、いろいろ計測して帰ってきたんですよ。で、アポロ計画は1972年で終わったというふうに言われているんですよね。で、これが真っ赤な嘘で、その後3年間続いたんですよ。で、アポロ17号で終わりっていうふうになってるんですけど、あの、表面的にはね、18号、19号、 がちょっと失敗して、20号ですね。再び月面に降りて、そして、その15号でもあるものを見つけたので、それの詳しい調査をしてきたんですよね。それがアポロ計画のすべてです。で、あのー、まあ、アポロ計画がね、あの、発表的には1972年に終わってると。 これなぜなのかというね、質問をしたときに、もう予算がなくなったんだっていう話をしてたんですけど、アポロ計画の予算って1年間に50億ドルぐらい。まあ、それ未満だったんですよね。あの、低いときは30億ドル。もう行っても50億ドルなんですよ。大したことないですよ。だって、この間岸田さんが <laughs> ウクライナに寄付したお金、55億ドルですから。アポロ計画、たったの50億ドルで、 あの破綻してしてまうんんだったらそななわけないですよね岸田さんがポーンとウクライナにね、これであのなんとかね、ちょっと足しになりますかっていうお金が55億ドルですから、まあ、当時とね、あの価値観ちょっと違いますけど、ただ、そのお金でだからね、あのミッションが終了したっていうのは嘘だってことですね。さて、じゃあそれではアポロ20号が最終的に、まあ、アポロ20号以降は行ってないんですよ。 でこれもまた不思議じゃないですかあの。今からアポロ20号の詳しい話をしますけれども、アポロ20号以降はないんです。で、なぜないか、あれだけ月に行ったんだから行けばいいじゃないかっていう話と、あと、アポロ、要するに15、11号、12号って、まあ、月に行って、何もなかったっていうんですよね。 何もないのに、じゃあなんで17号まで、アポロ17号まで、この月、月面に向かってね、何もないんだったら、逆に行かなきゃいいんじゃないかっていうことですよ。じゃあ、何かあったとして、じゃあなぜ20号、いやいや、発表は17号ですけど、じゃあ17号でなぜ止まったのかっていうことですね。これも全部お話をいたします。えー、まず、アポロ二十号、公表されてませんが、二十号は、 確実にありました、まあ、先ほどからですね掲載されている画像なんですけど、これはあのアポロ宇宙船がですね月の、まあ、上ですねにえ静止したアポロ宇宙船から撮影した画像です。こ月面の画像なんですけど、まあ、見ての通り、なんか葉巻型のね、物体が、大きい物体が月面に横たわっているのが見えると思うんですよ。 これ、チベットビーズみたいな形なんですけど、これを調査するためにアポロ計画を終わらせるわけにはいかなかったんですね。これを徹底的に調査せよという大統領命令が出てですね、調査をずっと行ったということなんですよ。で、この物体のかけらっていうかですね、削って持ってきて炭素検査をかけたんですよ。で、かけて地球に持って帰ってきて検査をした結果、 なんとこの物体は150万年前のものであるということが分かったんですね。つまり150万年前に何者かが地球の方にやってきて、月に着陸して、月にこのような形で宇宙船ごとということなんですよ。で、この中に入りました。宇宙飛行士がですね、で中に入って見つけたもの、いろいろ詳細書かれています。 プラスチックのような硬い透明なものが船内あちらこちらに走っていたと記録されてるんですよね。これがグラスファイバー。まあインターネットですよね。光ファイバーの元だと言われてるんですよ。これを持ち帰りました。切り取って。で、分析研究して今の、まあ、グラスファイバーの、まあ、光ファイバーの 送信技術ででですすすよよねねそれれがが出来来上がったと言わてているるんですよ、うんあのここから来てるんです、ね、だから宇宙人から技術を教わったとかいろいろ噂もあるんですけどそうじゃなくてこのアポロの,あの宇宙飛行士たちが月面から持ち帰ってきたんですよね。で船の長さですね、これも正確に計測されています3370メートル、かなり大きいですね。 3キロちょっとあるってことですね。3370メートル。幅が510メートル。これはかなり大きいものですよね。そして船内をくまなく調査したところ、え機関室と思われるところに植物的なものの残骸。あと医療用の黄色い液体。え三角の石ですね。 あとは船内に、まあ、生きていたと思われる、まあ、化石みたいのになってしまった死骸ですね、えー。大きさは10センチぐらいの生物。もうこれは何でしょうね。なんか、ペットなのかななんかわかんないですけどあ、他にもいたんですよ。人間みたいなのはね。これはペットなのか何かわかりませんけど、10センチぐらいの大きさの生物が、えー 痕跡はたくさんあったとですね。その死骸の痕跡ですね。で、先ほどのガラスのパイプのようなね、あの、今でいう光ファイバーのようなものが船体のあちらこちらに走っているというのが分かったんですね。あとはですね、えー、身長1メートル65センチメートルの女性のような雰囲気の人の形をした生物の まあミイラですね、死骸を発見ということですね。えー、頭髪がそのまま残されていた。指は、えー、両方の指、足の指、6本ずつ、すべて6本ずつあったということですね。まあ、これってあの、日本じゃなくてあのヨーロッパとかアメリカってダースで12本で、12個で数えるじゃないですか。 で、これ何の根拠もなく、大昔、12で数を数えたっていうのがあったんですよ。そのインスタイがね。これって、早い話、この人たちが、指が12本だったので、12という数で数えるようになったんですよね、きっとね。で、日本人ってそういう影響を受けてないので <laughs>、指の数で、まあ、人間って5本5本で10本だから、10までで、あの、計算をするようになったんですね。 でもともとだから12っていうのは、人間の考えた数字ではないんですよあの。大昔言い伝えがあって、その12で計算するあのした方がいいっていうようなね、そういう何か言い伝えがあったんですよね。それで12で計算するようになったんですけど、もしかしたらだからこれはあの、この女性的なね、あのミイラの指に関係するのかもしれないですね、そのダースっていうのはね。 えー、そして詳しいことが書いてあるんですね。彼女は、おそらくはパイロットだったのだろうと書いてあるんですね。彼女の指と目は、飛行装置のスイッチや操作パネルに接続されていたって言うんですね。接続ですよ。 つながってたってんですね。まあ、人間の技術じゃちょっと考えられないようなことなんですよね。彼女の体はほぼ裸で、え鼻の穴ですね。に何か2本のケーブルのようなものがつながれていたってんですね。ええー、あとは口、鼻、目、および体の他の部分は、 固まっていたと。髪の毛と皮膚は薄い透明な層で保護されているようだったと。なるほどね。まあ、そういうような感じだったんですね。で何か船内には文字のようなものがねあちらこちらに刻まれているように見えるということですね。 うん、まあそういう、だからまあ人間じゃないですね。だからなんかまあ他の人間以外のですね、どこかの宇宙の果てから来た何か生き物と船なんだろうということですね。まあ、そういうふうに、えー、結論付けているんですよ。で、まあいろいろなものをこの船から持ち帰ったと書いてあるんですね。で、持ち帰って分析して、まあ、それを まあ役立てることもできてたんでしょう、きっとね。まあ、これは、あのー、調査、その検査に1977年まで時間を要したと書いてあるんですね。だからもう全部ある程度解明されるまでに、まあ、帰ってきてから2年ぐらいはね、丸々かけて、検査をして、いろいろデータを取ったということで、 そこで完全にアプロ計画は終了したと書いてあるんですよ。1977年ですね。だから公表されている1972年ではなく5年後ですね。完全に終わったのがね。本当にってことですよ。まあこれがアプロ計画の真実だってことですね。そして先ほどの月面の宇宙船なんですけど、え拡大してコンピューターで、まあ、補正ですね。あのはっきりと鮮明にした 映像っていうのが、やっぱり NASA に保存されていたのがこちらです。これがそうなんですよ。やっぱりね、こう人間の乗り物じゃないので、あの、ちゃんと鋭利で、シャープでってないですよね。で、左右対称とか、これ人間の感覚なんですよ。左右対称っていうところがないじゃないですか、全然。これ本当に文明が進んで進んで、ものすごい進んだ文明なので、これで、 あの、まあ、美しいし、バランスが取れているんですよね。こういう形で。だから、なんかあの、地球に近づいてきた、なんか長細い衛星みたいのありましたよね。変な名前の、オウムみたいな名前の。あの、ちょっと忘れちゃいましたけど。あの、あれ、も宇宙船ですよね。だから、ね、だからこれ同じじゃないですか。似てるんですよ。すごくね。本当に。あの、そっくりですよ。でも、これって宇宙にいっぱい飛んでるんですよ。私あの、 実際、あの、今は規制がかかって見れないんですけど、宇宙望遠鏡であっちこっち見れるっていう、あの、そういう、あの、なんだろう。あの、過去に、今ね、マスクがかかっちゃって見れないようにされてるんですけど、見れる時があったんですよ。15年ぐらい前。ずっと毎日見てたんですけど、宇宙のあっちこっちを。こんなのバンバン飛んでましたからね。本当に。あの、もう結構多かったですよ。 あの、もう大きさね、でっかいのだとほんと5000キロとかね、4000キロぐらいですよ。一番大きいやつで。だからこの3000メートルって3キロじゃないですか。まあちっちゃい方ですよだから。小型でしょ、これだったら。もう全然ね。だけどまあこれをまあ全部、まあ、検査、調査して、まあこれであのステルスのね、あの素材とかもこれでできたみたいな話になってますよね。だからこれってアメリカがどうしても欲しかったものなんですよ。やっぱりこう、 150万年前のね、宇宙船の技術なので、進んでるに決まってるじゃないですかで。これを手に入れたかったから、アポロ計画ずっとやり続けてきたんですよ。これのためにね。で、じゃあなぜ行かなくなったのかって言ったら、まあ何かあったんでしょうね。もう、あの、お前ら来るなみたいに言われたんですよ。誰かにね。これも見つけて持って帰ってっていうことでやってたら、いや、もう冗談じゃないぞ。 あの、来るなっていうふうに警告を受けたんでしょうね。今度来たら、まあ、まあ何かされちゃうんでしょう。でもう行けないんですよ。2 5号以,以降。警告を受けたってことですねで。月面には近づけないんですね。本当だったらね、だってもっと行って、あの、簡単に行けるはずじゃないですか。技術が進んでるんで、ね、あの、スペースシャトルかなんかでまっすぐ行けばいいんですもんね。あれ、宇宙飛べるわけですから。でも、全く行かないじゃないですか。 で、いろんな理由をくっつけてますよね。あの、宇宙放射線があるから行けないとか、死んじゃうとか。いや、それだったら最初から全員アプロの人たち死んでますから、そんなことないですよ。まあ、そんなことはないんだけど、まあ、いろいろ理由をつけて、まあ、行けないとか行かないようになってる予算もないとかね。まあ、予算はなくないんですよね。だって、あの、50億ドルぐらいで行けるわけですから、この間岸田さんがポーンと上げたやつをね、ウクライナの上げたやつやめて、 あの、宇宙開発に回せば、まあ、一回月面には行って帰ってこれるんですよ。だけど何もやらないんですよね。まあ、これは何かあったということですね、うん。ということで、まあ、いろんなね、あのことありますけど、えー、これをなんで、あの、今回こうやって分かったのかというと、言えないんですよ。<laughs> まあ、言えないので。まあ、でも本当ですよ。これ真実なので。あの、あ、そういうことがあったんだな、とね。まあ、アポロの時代にね、 あの打ち上げの1号からちゃんと生き証人として生きて、ああ、そういえばああいうのあったニュースで見た、見た、テレビで見たっていう人は、まあ、最終的にこれが真実だということなんですよね。ということで、今日はアポロ20号、アポロ計画の真実、月面で見たものをお届けいたしました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。